ホテルもあった。いや、スケートセンターはあったよ、崖下に建物が。古くてでっかい建物があったから、多分それだ。ホテルとスケートリンクの、うん、合わせた施設で相当にでかい。捕まりそうでおっかねえな。あ、警察が来たらふーちゃん以外は捕まりそうだからな。え？え？私が捕まってみんな逃げるんじゃない？ああ、じゃあおとぎ作戦で行こうか。それはちょっと、あれすごい橋だよね、傾いてるよね。入り口があって橋があって、その先がホテルかな。で全部同じ施設か。6度。ん？ゲートランも放置されてんな。ウェルカム千ヶ滝。4時のチャイム？チャイムが4時になるんか。除雪車これ廃車だよね。動くかな。あ、本当だ。あの椅子のとこっしょ、うん、なんかこの曲すげえ久しぶりに聴いたな。夕焼け小焼けだっけ。うん、あれもしかしてこの建物って隣の建物か。あれ向こうは建物が電気ついてる。どうなってるんだこの設計は。しかもチェーンがあって出れねえし。立ち入り禁止ここに書いてあったんかい。いや、これ横向きに書かれても普通に入った。普通に入ってしまった。あの系統だから怪しいんだよな。よいしょ。
っていっては多分くぐるだけだ。その奥に建物あると思う。この辺場所によっては関係者も立ち入り禁止だからね。ん、関係者も関係者も立ち入り禁止。いや、有毒ガスが立ち込めてるとか誰は近づけねえ。いや、なんかもう近づくと死ぬとか看板に書いてあるっけね。なんだこれスーパーハウスまであるんだ。業者のあれだね。一般車立ち入り禁止っていうか、ここ車入ってこられないでしょ。見てんじゃねえよ。なんだこれ。これなんか取り壊した跡だね。なんかあったの。うん。で、あれはなんだ。カーネルおじさんの像かな。筒にこう。小次郎先生、誰やねん。安西先生に似てる。安西先生の像か。いっそ全国の全国の小学校にニノの銅像建てるか。規則は破るためにあるみたいな感じで。ゲームだと倒れたばっかりいるしね。まさかも全部ゼロ。映画の特番は300盛りかも全部ゼロ。お前のゲームだけだけどな。しかも割れてるし、そう。なんかこっちを見ている気がするな。どの角度から見ても。確かに。お、見える見える。屋上はなんか火力水没してんだな。あ、さっきの入り口の真上か。学校？あ、この裏か。かもね。こんなとこに建物があったのか全然気がつかなかったよ。木の跡がすごい。うん。これ何した人？昭和46年。会長。神社かと思った。明学塾。元塾かな。最初塾で公民館にして、うん、神社でもあるのか。隣は別荘かな。さっきの堤先生が作ったのかな。あれ、人が歩いてくるぞ。に来る。なんかゆるキャラみたいなのが歩いてくる。
ほぼ見えねえ。仕方がない、諦めようか。おお、一人増えた。一人。お前、前からも来る。しかも犬も連れてる。なんか人が増えてきたぞ。これさ、まるっきり不審者だな。この土地か跡地かな。前から来たら教えてね。ぶつかるから。古い建物があるの、これかな。駐車って隣の駐車場が満車に見えたの。これ多分テニスコートだよね。ここにあったんだけど、多分ないってことはない。これ絶対もともとテニスコートだよ、うん、再利用せんの、うん、でこっちにあったんだ。ここにあったんだよな。軽井沢スケートセンターって書いてある。建物の名前忘れたな。いやでもなんとスケートセンターってついてたような気がする。これかな。でっかい建物もあったよね、崖下に。で行く道がないよ、ね、こう行こう。これだね。あ、どうなった。あれ再び合流するのか。やっぱり仲間か。豆腐これ持つかな。テニスコートもったいねえや。まあ軽井沢ってなんかテニスコート有名だよね。いっぱいある。昔はやっとったな。うん、うん、俺も元テニス部だ。うん。浅間山、明らかに日本海側ばっかり雪積もってるよね。